ちょっと今エボリューションが、はい、まあ、佐藤選手が反発しているよ、うん、プラスマン青木さんもかなりグリップの上でかなり揺れてる、うん、それは当然青木が怒るのも分かるよ、こんなね、あの、また佐藤がまだわけわかんないことを言い出してるわけだから、それでゴタゴタしてたらそれどこじゃねえだろっていう気持ちも分かるし、うん、ただね、あの佐藤がどこまで何を思ってるのか、何不満を持ってるのかっていうのも気になるとこでもあるんだけど、この話は今すぐ解決しないと思うんでね、とりあえずは棚上げ、うん、して、うん、この話は先に、ね、ちょっと置いてた方がいいんじゃないかなと思う、うん、なんね、あの俺自身も今ね相当ね、いろいろ戦う相手がいっぱい出てきてる、ね、わけで、で7月はね三冠戦もあるし、でまたその前にはね、あの大仁田敦史とのね、あの、まあ、デリバーカの戦いもあるし、忙しいんだよね、うんうん、そこに、まあ、当然俺三冠を取るということに対してはものすごい集中していこうかなと思ってます、うん、はい、それが今俺のやるべきことなんだよね、はい、まあ、その爆破と三冠と2連戦になりますけど、当然それ両方勝って、それは当然ですよ、うん、ね、そんな爆破負けて三冠戦挑むなんて絶対俺ありえないと思うし、ね、そんな、ね、こうやってね会社もね送り出してくれてるわけだから、当然爆破はね突破して、うん、で三冠も取ると、うん、そういうつもりでいますよ、うん、またね三冠を取って、ね、その先にまた両国というものがあるんだし、ね、その両国はねまた45周年全日本、そういうメモリアルな場になるわけだから、当然その先も俺自身はイメージを今すごいしてるし、その両国45周年にふさわしい、ね、相手というのかな、それは俺の中でちょっとやりたい相手が一人いるよ、どうしてもやりたい相手がいるんで、45周年ですからね全員の、気になる、気になるっていうかね、もうこの野郎って思う相手いますよ、まあ、当然今の中でその相手が誰なのか言えないと思うんですけど、当然三冠戦勝った暁にはやっぱベルトをかけてやりたいって、うん、それは当然ですよ、うん、ね、負けてやりたいなんていうね思うやついないだろうしね、うん、もう今からもう、ね、もう名前出したいぐらいですよ、うん、ただ、ね、お楽しみは取っとかないと、うん、とまあまあ思いますけど、まあ本当にやりたいって本当に言います、うん、それはちゃんと、うん、これから伝えていきたいなと思いますね、はい、スワマゲしてる石川も、そう I think he's right top two guys after that will challenge Swama for triple crown triple crown right?It's time to come. Yeah, it's time. It's my destiny. My work isn't finished until I get triple crown. So, what's prime or what? At this level, single matches, you know, maybe 10 matches, I win 5 and he wins 5. This level is so, competition is so high. Swama or Ishikawa?Doesn't matter. I want to challenge both. Oh, どっちでも。I owe Ishikawa. Come back and Swama. I always want to face him again in singles. I think he's most strong in all Japan. Yeah, Miyahara, I want you. I'm going to beat you and then I'm going to go on to win the Triple Crown Heavyweight Champion.It's my destiny. My work is not finished until I get back what's mine. And I'm gonna make you ugly. I'm gonna make your mama not even know who it is. I'm coming for you! Yeah!